えっと、それでは、えー、英語のこの会話なんですけど日本語から読んでいきますねこれはホームステイの英語ですホストさんとゲストさんホームステイしている人とホームステイの家の人ねじゃあまあ日本語から読みましょう123おはようございますよく眠れましたかおはようございますはいよく眠れましたありがとうこれ英語でいきますね一緒に読みますから ここからね、グッドからね。One, two, three. Good morning. How did you sleep? Good morning. I slept well. Thank you. じゃあ次の会話シーン。Two. Meal time. 食事ですね。じゃあ日本語からいきましょう。夕食の時間です。一緒に食べませんか？はい、喜んで。今晩は何を食べるのですか？焼き鳥とご飯です。それは美味しそうですね。じゃあ行きます。 はい for 道くじゃあ、ジャパニーズからね、一緒に読みますから、One, two, three. すみません。 最寄りの駅へ行く方法を教えていただけますかもちろんです。この道をまっすぐ行って、左側に駅が見えますよ。ありがとうございます。Excuse me, can you tell me how to get to the nearest station? ごめん、nearest train station? Of course, go straight down this road and you'll see the station on your left. Thank you so much. じゃあ次行きますね今日地元の寺に行ってきましたとても平和でした良かったですね私もその寺が好きです平和って言訳してますけど英語ではよくピースフォルとか使うんですよねでも静かっていう意味で使うことが多いですだからクワイヤットでもクワイヤットをそのまま英語で使っちゃうとそうですね なんか音が全くしなかったみたいなね。ピースフォルの方が自然な感じはしますね。この寺の場合にはね。一応こうね。One, two three。最近行かれましたかしばらく行ってないんです。近いうちに行くべきですね。じゃあ、英語です。One, two three。I visited the local temple today.It was so peaceful.That's that great to hear. I love that temple too. Have you been there recently? Not for a while. I should go again soon. 次のおこれですね、はい。休みの時間に楽しいことは何をされてますかされますか私は庭いじりと読書が好きです。あなたはどうですか私はハイキングとギターを弾くのが好きです。 What do you like to do for fun in your free time? I enjoy gardening and reading. How about you? I like hiking and playing the guitar.